はい、どうも、ゆでやつるときです。今、東京駅にいます。今日はですね、3月の、18日ですけれども、こんなに人がいます。はい、まあ、私もですね、ちょっと、まあ、もういよいよ、なんて言うんでしょう、人混みっていうんでしょうかね、まあ、当たり前のようになりましたよね。はい、ということで、今日はですね、先日、引退した185系の、まあ、留置されているちょっと場所をですね、見に行きたいということで、どこだっけ、ちょっと僕もあんまり場所は分かってないんですけど、南古谷と大宮と奥にそれぞれ185系が、びっしり詰まってるらしいので、それをちょっとね、見に行きたいと思います。はい、ということでですね、ちょっとわけのわからない、ちょっとあるかもしれませんけれども、ちょっと今日は新幹線に乗って大宮まで向かいます。実はね、予定してた、列車にちょっと乗り遅れてしまいまして、はい、ということで今日はちょっと新幹線確認します。いやー、ほくさいね、これは。行きます。左側の方いいですかね。左側の方が多分近い。なんかどっかで見たことあるような車両が止まっております。本当にあそこだけなんだ。うん、ムーンライトながらとかにしてくれればいいのに。でもあの編成はないんですか。あの編成は大宮に行けば置いたんじゃないですか。ああ、僕の愛しの。僕の愛しの編成。
て間もないんですね。じゃあこのままちょっと俺ションベン行きたくなったけど、このままションベンにトイレに大丈夫ですね。最初で最後でしたね、動画的には。乗ってるの1回だけです。あの、そうです、あの伝説のあれだけです、はい。いや、これも今だけですよね。今だけですね。下田で見られなかったですけど、これを見れば。いや、ありすぎ。作りすぎ。本当。うわ、動いてるぞ、動いてるぞ。わわわわわ、なんでこんなにいっぱい。その辺から撮ればそれなのかな。なんですよ、向こうに GO。 どこですか、右ですか。あれじゃないですか、1ってそのですよね。あ、それも入れて5なんで、1でしょ、2でしょ、3、4、5でしょ、6、6、7、15は15で固定なんですか。いまいちよくわかんないんですけど、15両編成のやつって10両と5両でそれぞれ編成番号違うんですか。違います。あ、じゃあ編成と C 編成、あ、じゃあもっとあるんだ。これは繋がってるんだ。あ、繋がってるわ。繋がってます、15で。ってなると6編成だ、これで。で7でしょ、8でしょ、9でしょ。反対で。一番左も繋がってる可能性高いです。あ、繋がってますあれ。じゃあ10だ。マジで。ダボダボこぼしますけど。ちょっと 4杯。誰かがこれをね、頭頂部を、うん、僕の頭頂部があの姿を盗み取りしてたんです。はいはい、あ、お待たせいたしました、デカントでございます。誰ですか、そういうことするのは。はい、まず飲んでから、飲んでからにしましょう。乾杯の温度、元秀さんお願いします。嫌です。なんでですか。それでは今後元秀さんの発表になって、はい、イケメンです、イケメンです。